トヨタサイ、サイ、サイは、トヨタ自動車が、日本国内で製造、販売していたセダン型ハイブリッド専用車、スプリット方式。トヨタブランドとしては、プリウスの発売以来12年ぶり、2車種目の、ハイブリッド専用モデルとして2009年に、発売された。プリウスの上位クラスに位置する、アッパーミドルクラス版のハイブリッドとして販売されて、おり、 先に発売されていたレクサスブランドのハイブリッドカー HS250H 以下 HS とは姉妹社の関係にある。なお、当モデルは日本国内専売である。開発担当のチーフエンジニア、チュサは、かつて同社の小型4ドアサルーン、プログレの製品企画部門の主担当員を務めた経歴を持ち、1990年代にデビューした。 プログレの理念を2000年代のデザイン手法や技術で復活させた車と言えるものである。プログレの理念に通ずる小さな高級セダンを作ることから構想が始まったため当初はハイブリッド専用車とは決まっていなかった。トヨタのハイブリッド車のラインナップにおいてクラウンハイブリッドとプリウスの間を埋める中間車種としての役割も担っていて月間販売目標は3000台と発表されている。 正式発表の前に、ニューモデルマガジン X 氏などにおいて、HS のトヨタ版という触れ込みで紹介がなされたため、HS をトヨタ用にスタイリングし直したのみの、別ブランド向け廉価版と思われがちであるが、企画構想は、再の方が早く、開発は、HS と、ほぼ同時並行で、ボディやインパネなどのデザインも一から行われ、シャシーも再独自の設計で開発されている。 ただしプラットフォームやその他メカニズムフロントドアなどボディの一部は HS と共通であり姉妹車、兄弟車と呼べるものである HS が先行発売となった裏にはサイの販売は当初1チャンネルのみの予定であり途中でトヨタの全チャンネルからの販売へと変更されたことが原因で遅れたためで実際には HS の連価版がサイというよりもサイをベースにした 高価格版が HS というのが実像に近いのではないかと言われる。登場後はクラウンよりも維持費が安く、室内空間にも余裕があり、同時に環境問題に配慮しているというイメージアップ効果もあるため、首都圏を中心に法人、個人を問わずタクシーとしての需要があった。プラットフォームにはプリウスや HS と共通の新 MC プラットフォームを採用しており、 パワートレインなどを HS と共有している。基本となるハイブリッドシステムはプリウスと同型のリナクション機構付け THSE、e、であるがエンジンはプリウスの直列4気筒 1.8L2ZR フックス型エンジンに対して HS やエスティマハイブリッドそして日本国外1000倍のカムリハイブリッドなどにも採用された直列4気筒 2.4L2AZ フックス またエンジンを搭載する。このため、プリウスよりもハイパワーでありながら軽自動車や1000、CC クラスのコンパクトカーに匹敵する低燃費、JC08 モード燃費で 22.4kmL を実現した。また、平成27年度燃費基準プラス20%を達成し、同時に平成17年度基準排出ガス75%低減レベル認定も取得した。 なおプリウスや HS に装備されているパワーモードのスイッチは省かれているが、後期型では HS どもにスポーツモードとしてパワーモードが搭載される。ハイブリッド専用車であるが、エクステリアは二代目以降のプリウスのような5ドアハッチバックのトライアングルシルエットではなく、初代プリウス以来の保守的な4ドアノッチバックセダのスタイルを採用した。基本的なボディシェルは、 hs と同じで、かつ全体的なフォルムも酷似しているが、寸法は hs 比で全長 -15 mm、全幅 -15 mm とそれぞれ短縮、全高も10 mm 含められた。空力性能は cd 1.0.27と hs と同一の数値である。また hs と同様、さらなる空力性能の向上に寄与するフロントバンパースポイラーや、 リアスポイラーも装着する AS パケッジのみ。また、プリウスに続いて LED 式ヘッドランプ GK に採用。SK はディスチャージヘッドランプとなるを搭載した。外観デザインでは近年のトヨタのデザイン哲学であるバイブランドクラティ・イキイキ・明快を踏襲し、3代目プリウスと同様の完成されたモノフォルムであるトライアングルシルエットに対し、 あえてトランク部を組み合わせることで、パーフェクトインバランス、崩しある完成や、インテグレーテッドコンポーネントアーキテクチャ、ー、主張ある調和を追求したという。後期型については、前期型が開発コードネームであり、同時に、社名の由来でもある、サイの色が強すぎた反省から、プリウスの DNA に頼ることなく、もう一つの社名の由来でもある、アヤに木を置いた大胆なデザインとされ、 ヘッドライト、リアコンビネーションレンズとも横一直線につなげ、サイドのショルダーラインに中継することでボディを大きく見せるように工夫した。また、フロントグリルに内蔵される LED は全体的に均等に光るのではなく、発光部分から徐々に消えていくようになっているが、これは初動の筆遣いを意識している。また、ドアミラーもターンレンズの位置とデザインを変更した。 心臓品となっている。エクステリア同様、インパネーブも HS のイメージに似たものとなっているが、細部を見ると、ほとんどの部品に HS とは異なったデザインのものが使用されている。インテリアデザインのコンセプトは、薄いものを重ねる、薄いものを湾曲させるなどをキーワードとし、分厚い、重厚なものこそ尊く高級であるという旧来の価値観を打破することを意識している。 インパネ操作を行うための前方配置、エレクトロマルチビジョンリモートタッチをトヨタブランド社として初搭載した。これはレクサス RX に初めて採用され、通常はモニターの液晶画面に直接タッチすることでカーナビゲーションやオーディオシステム等を操作するところを操作ノブと呼ばれる固定式のマウスを指先で操作してモニター上のアイコンを動かしメニューにタッチするという システムである。ただし、トヨタブランドである際に採用されたリモートタッチは、レクサス社のそれと基本を同じくするものの、前期型の際の操作ノブはつまみ状のものに変更されている。また、際では、室内の表面積の約60%の部材で植物由来プラスチックを使用している。現在、植物由来プラスチックの原材料がアメリカの科学会社一社のみの 独占供給状態であり、使用量を増やして複数社の競合によるコストダウンを図るため、この車がその旗振り役に選ばれたという。後期においては、色味を配色を若干変え、ファブリック仕様には新たに赤みを増させたファブリック赤根を設定した。これは、サイのメインユーザーである50から60代男性が、選定時、インテリアカラーで、妻、 女性の意見を求めることが多いことに配慮したためである。基本仕様の S と上級仕様の G、SC パッケージ、GA パッケージが設定されていた。環境性能や安全性を持つ才能、才に満ちた先進性と上質感をオシャレシックに演出する彩り、綾を放つ上質感という開発コンセプトのキーワードとなった漢字のサイト。 アイアを掛け合わせて、サイと名付けられた。もともとは開発コードネームだったが、それがそのまま、市販車両名に生かされる形となり、結果的にかむり、感同様は名の車となった。プリウスと同様に、レクサス専売店を除くトヨタの全販売店、トヨタ店、トヨペット店、カローラ店、ネッツ店で取り扱う。なお、ネッツ店についてはアベンシスが、輸入中止になって、 以来およそ年ぶりにセダンを取り扱うこととなり、カローラ店については2006年1月に販売終了したウィンダム以来、3年10ヶ月ぶりにカムリの上位クラスに属するフラグシップ系セダンを取り扱うこととなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。